8月26日モーニングショットをお届けしたいと思います。もう先に落ちてしまいまして、143円の448アースクまで下落をしておりますが、やはり今日は戻り売りから入りたいというふうに考えております。143の8595の売りから、144の20ストップ、143円の2515利食いで、本日は差し値は全ていたしません。ユーロドル 1.117565 買いから 1.1150 ストップ、1.12 の2030利食い、ユーロ円161円の2030売り、161円55ストップ、160円の5040利食い、ポンド円190円の4050売り、190円の75ストップ、189円の5040利食い、タイドル 1.317565 買いから 1.3150 ストップ、1.32 の3545利食い、オージー円97円の90、98円ちょうどで売りから、98の30ストップ、97の4030利食い、タイドル 0.676555 買いから 0.6740 ストップ、0.68 ちょうど10利食い、ニュージー円89の7080売りから、90円ちょうどでストップ、89円の2010利食い、タイドル 0.6205、0.6195 買いから、0.6170 ストップ、0.62 の4555利食いのイメージを作っております。やはり、パウエル議長が発言したようにですね、やはりアメリカの利下げがずっと始まり、さらにこれが来年も続いていくというふうに考えておりますし、日本は徐々に金利を上げていく方向、金利差は徐々に縮まる方向で見ております。もう円キャリートレードがなかなかスタートできないと言いますか、金利がどんどん縮小する方向、さらには、このレベルで介入は入りませんが、戻れば介入してくるというスタンスがはっきりしているということを考えると、なかなか円キャリートレードしにくいだろうと思います。やっても本当に短期だと思うので、1円2円を抜きに行くようなオペレーションになるのかなと思いますし、結果的にはどんどんそのポジションがたまらないという形になろうかと思います。それを考えると、やっぱり大きくドルが上昇するのはですね、ショートカバー以外考えにくいという状況の中で、やはり下のストップを引っ掛けに行くという動きがやっぱり強まるのではなかろうかというふうにイメージをしております。戻り売りから入りたいと、そのように本日も考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。朝のモーニングショット、これで終了です。